大谷翔平、ワールドシリーズ初安打、他の球場なら全く違う結果に。ドジャースの大谷翔平投手は25日、日本時間26日、本拠地で行われたヤンキースとのワールドシリーズ第1戦の第4打席で右翼フェンス直撃の二塁打を放った。圧巻の当たりだった。1点を追う8回1し走者なしの4打席目。3番手1、ケンリーの甘く入ったチェンジアップを振り抜くと、打球速度 113.9 マイル、約 183.3 キロ、飛距離378フィート、約115メートル、というあたりはあと一伸びでフェンスを越えていたフェンス直撃の二塁打。なんと同シリーズ初安打となる強烈な当たりは、30球団中4球団の本拠地なら本塁打だった。二塁塁上で一度は、カモーン、と叫んでいたが、相手守備が乱れているのに気づくと、一気に三塁へ進んだ。三塁では再び絶叫し、両手を上げて三塁ベンチのナインを鼓舞した。惜しくも本塁打とはならず、本拠地はため息に包まれた。この一打は、ヤンキースタジアム、ヤンキース、シティフィールド、メッツ、エンゼルスタジアム、エンゼルス、グレートアメリカン、ボールパーク、レッツ、なら本塁打となっていた。ワールドシリーズ1号はお預けとなったが、期待を抱かせる一振りだった。米専門メディア、ドジャース、ネーション、公式 X も、翔平、大谷、本当に惜しかった、と強調。SNS 上でも、言ったあ、おいおい神様嘘だろう、入ったことにしてくれー、と熱狂の声が上がっていた。ワールドシリーズで日本人選手が安打を放つのは、14年のロイヤルズ、青木以来10年ぶり。ワールドシリーズのデビュー戦で日本人が安打を放つのも、2年新庄、ジャイアンツ、3年松井秀、ヤンキース、4年田淵、カージナルス、7年松井か、ロッキーズ、7年松坂、レッドソックス、8年岩村、レイズ、に次7人目となった。あれはさすがに入ったと思ったけど、結果オーライだ。大谷のベンチカモーン来ましたね。WBC カモーンですね。引けのバントめちゃくちゃうまいのにびっくりした。当たりはもちろんのこと走塁意識が高すぎるんだよな。大谷に鼓舞 WBC のメキシコ戦を思い出した。感触良くなってきるのかな。ホームランの匂いもプンプンするね。痺れるバッティング、明日からも期待できる。ワールドシリーズ中に3本は打ってくれると信じてます。松井を超えるのは大谷しかいない。世界一を取ってくれ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。